8月7日新月ですね。今日もありがたくね、ご近所の、ね、寒原神社の方へお参りに来ています。はい、先ほどねちょっとご挨拶をさせていただきまして、ね、今日はですね、カタカムナ歌碑をね唱えてみたいかなと思います。はい、まあね、この寒原神社の神様っていうのは皆様ご存知のように雨の御中の神、そして高見結び、神結びですね、の神様、そして造花三神をねお祭りしているということは、日常的な、ことを守護する神様というよりも抽象度の高いね宇宙根源の神様のエネルギーになりますので、当然こういうところに来るとですね、地球自体を全体的に見たりとか、それとか、世の中ですね、これから例えば大きな、ね、日本の社会がどうなっていったらいいのか、そして未来の子どもたちに、どのようなことを引き継いで私たちは行ったらいいのかというようなことをね、そのような大きな祈りをね、するような場所になりますので、今日はね、カタカムナ歌碑をねちょっと唱えてみたいと思います。はい、5週6週7週と思います。ひふみおいまわりてめくるむなやことあうのす小さき空にもろけせゆえんおうはえつありがとうございます、ね、ちょうど今、ね、自民党の総裁選とか、ね、衆院選の、ね、選挙がまあ、ね、この秋に始まろうとしていますので、本当に、ね、自分たちの利益政党を守るとか私利私欲の政治家ではなくて、本当に、国の未来を、ね、ちゃんと導いていけるようなその国策をちゃんと持ったような、ね、方が、総理になっていただいてですね、日本の国、そして日本の国を本当に、強い国って言ったらおかしいんですけど、自分自身の中の真がに気づいた人たち、そして、もうもちろん、分かち合い、そして私たちもそうですし相手もそうね、本当に認め合えるような、そして尊重し合えるような、そして、本当にその利益だけっていうかそうじゃなくってね、本当みんなが幸せになるようなそういう、国づくりをねもうするという、本当に志を持ったね、リーダーになっていただけたらなと思うんですね。はい、
そんな、祈りを込めて、今日お参りさせていただきました。本当に、ね、いつもご視聴していただいてありがとうございます。はい、おかげさまでありがとうございます。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 さぬほろさぬほろさぬほろ、ありがとうございます。一人一人の中に神を感じ、尊厳を持ったそのような人であふれ、そして自他ともに幸せを分かち合えるような、そのような社会になりますように。いつもありがとうございます。